平塚市の情報ドキュメンタリー番組平塚ビジョン。市内の大学に在学する学生が平塚の今を見つめ、未来に向けたビジョンを発信していきます。今回の平塚ビジョンは、東海大学の学生2人が平成29年度の平塚市の主な取り組みについてリポートします。今年度も地域経済や地域産業に関する特性と資源を分析し、平塚市の強みを生かした仕事づくりを進める事業を行います。ツインシティ整備推進事業。平塚市の北の核としてまちづくりを進めるツインシティ大上地区、環境と共生するまちづくりとしてツインシティ整備事業の具現化を図るため、区画整理組合への支援を行います。漁港施設維持管理事業では、本港および新港白地の対策調査を行うほか、引き続き漁港施設の機能保全計画に基づく工事を行います。担い手総合対策事業では、国の給付金事業を活用し、新たに農業に取り組む新規就農者を支援します。また農作業受託組織への支援を行います。見附台周辺地区整備事業。見附台周辺地区を多くの人が集まる複合交流拠点とするため、老朽化した公共施設などの再整備を図ります。企業立地等促進事業では、企業の立地や事業拡大に伴う施設整備などに対する女性の利用件数増加に対応します。また働きやすい環境づくりの促進を図るため、既存の女性制度利用と合わせて事業所内保育施設の設置など、企業の取り組みに対する助成を行います。就労支援事業。就職説明会や各種セミナーの内容を充実させるとともに、若者向けの就労支援セミナーを大学と連携して開催します。大学生リポーターの2人は、産業振興課の職員から企業立地等促進事業や就労支援事業について説明を受けました。これから就職活動を行う大学生にとっては興味深い内容のようです。企業様には立地していただくことによって、まず一つはその社員様のですね、この地域 で働くことを誇りを持っていただける、湘南地域で働いているということを誇りに持ってもらっているというメリットが一つあります。平塚市にしては大きな投資が入ることによってですね、雇用の環境が生まれたり、新しい産業のつながりが生まれたり、持続可能なですね、まちづくりに貢献していただけると考えています。平塚市が企業さんに施設、雇用、環境、設備に4つの4本柱で支援をしているっていうことを聞いて、改めてすごく平塚市って企業さんと関わりを持っているんだなってことを改めて実感しました。市が主催しているセミナーとかがまずあることに驚いて、女性のためだけとか、あとその個別の相談もしてるし、あと内定取った人用のセミナーもあって、いろんな対象者に向けてセミナーとか講座が行われていたので、あと それを市が主催しているので、信頼度も高いので、私もぜひ参加したいと思ったし、ぜひいろんな人にも活用していただきたいなと思いました。平塚市は今年度も子どもを産み育てやすい環境づくりを進める事業を行っていきます。母子保健事業では、妊娠・出産・子育てに至るまで切れ目のない支援体制を構築するため、子育て世代包括支援センター窓口を保健センター内に開設し、平成29年4月から運用を開始しました。
民間保育所施設整備支援事業、待機児童解消への取り組みの一環として高村保育園建て替え整備や花水台保育園民営化にかかる整備を支援します。民間保育所助成事業では、保育士確保のため市外から転入し市内の民間保育園に就職した保育士に対し、就労や生活を支援するために貸付金制度を新設します。小学校施設管理事業では、平成29年度から平成31年度の間に小中学校の普通教室などに空調機を設置します。地域子育て支援推進事業、子育て中の親子が気軽に集い交流する場を提供することで、子育ての孤立化や不安・負担感が軽減できるよう、港子ども園の中に市内4番目となる集いの広場を開設しました。子どもがやっぱり知り合う場所ってまだ未就学の子ってないので、そういう子たちが出会える場所があるっていうのがすごく、友達もできますね、いいかなと思います。ここに来れば保育士さんとかいろんな方が親御さん含めいるので、私も含めて気分転換になるっていうところです。集いの広場がある港子ども園は幼保連携型の認定子ども園、子育てを支援する施設です。実際来てみて、子どもたちが広いところでのびのびと遊んでいて、で上では鶴見広場っていうものがあって、お子さんとその保護者の方が一緒に遊んでいて、とてもいい施設だなと思いました。家で2人子どもとお母さんだけで遊ぶよりも、こういう広場に来て遊ぶと子どもたちも仲良くなれるし、お母さん方も仲良くなれるので、すごくなんか地域みんなで仲良くなれるのでいいなと思いました。高齢者がいつまでも生きがいを持ち、住み慣れた地域で安心して暮らせる街づくり。介護保険所務事業では、高齢者が介護サービスを安心して適切に利用できるよう、総合事業の実施及び包括支援センター増設を反映した介護保険ガイドブックを作成します。介護保険施設整備等助成事業では、介護保険事業計画に基づき介護老人保険施設の整備を推進します。包括的支援事業、平塚市では高齢者よろず相談センターを13カ所に増設し、きめ細かいサービスを提供します。このセンターは地域の高齢者の方とそのご家族、そして地域の方々の身近な相談窓口です。平塚西っていうのはそっちの方、山の方をずっと担当してるんですけど、僕実際におばが一人暮らしをしていて、結構心配なことがあったりして、よく電話とか来るんですけど、自分が行けない状態 で親もちょっと行けない状態でちょっと一人でさせてしまってて、ちょっと心配なんですけれども、こういう施設が身近にあることで電話でも相談することができたり、実際に来てくれるっていうこともあるということなので、すごい身近なものがあっていいなって思いました。そのお年寄りになると一人でいると寂しかったり、心配なこともあると思うので、あとその一人のことに対して家族も心配してると思うので、こういう地域に窓口があるだけでお年寄りも安心して相談できるし、その家族も安心して暮らせることができると思いました。地震・津波防災対策事業では、地震発生時などに建物火災を防止するため感震ブレーカーの設置を推進します。公園整備事業では、海岸エリアの一層の魅力アップと安全確保のため、
ビーチパークゾーンでの津波避難施設の設計業務を委託します。防犯設備整備事業、自治会などが設置する防犯カメラに対する補助制度を創設し、犯罪抑止や地域防犯力の向上を図ります。橋梁震災対策事業では、緊急輸送路や幹線道路などの橋梁の耐震補強を行います。消防司令センター運営事業では、今年度より平塚市と大磯町、二宮町による消防司令センターの運用を開始し、迅速・的確な災害対応に努めます。共同運用になったことによって、平塚市、大磯町、二宮町、一市二町をこちらの司令センターで共同で管理できることになったことにより、連携がよりスムーズに図れることになったのが一番のメリットだと思ってます。大型事業の一つ、新庁舎建設事業、平成29年度の完成を目指し建設工事を進めます。市民病院整備事業では、利用者に対して安全な医療サービスを提供するため、昨年オープンした新棟に続き市民病院の改修工事を進めます。その他の事業では、美術館の建物や施設の劣化状況や不具合箇所を把握し、機能の維持・長寿命化を図るため劣化診断を行います。総合公園管理運営事業では、湘南 BMW スタジアム平塚の照明設備を LED に更新するとともに、球場の受変電設備の更新を行います。2020年の東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプに向けて、リトアニアとの交流を深めます。またスポーツタウンとして平塚市を国内外にアピールするとともに、地域の活性化を図ります。シティプロモーション推進事業、平塚市の魅力を市内外に積極的かつ効果的に発信するため、シティプロモーションを推進します。平塚市に住んでる人も市役所の方もみんな平塚市に対して愛情を持ってるので、やっぱ地域に寄り添っている方がたくさんいるので、それがやっぱり地域の活性化につながってると思うので、自分にしか分からないことだったりっていう、いろんな町のポイントとかがあると思うので、それをもっともっと広げていくことが、やっぱさらなる地域の活性化につながると思いました。平成29年度、平塚市は子育て支援などを重視し、未来を見つめた街づくりを進めます。今年度も市民と行政が協力し合い、より良い街づくりを進めていきます。平塚市はすごく全ての方々に対して、子どもから大人まで対して、すごく過ごしやすい街づくりをしているなと思いました。さまざまなサービスとかさまざまな施設とかが充実していて、とても暮らしやすい街づくりをしているなと改めて感じました。まず子どもがのびのびと遊べる場所があって、あと親と子どもが触れ合う場所もあって、そこでは子どももちろん親同士の関係も広がって、地域全体で子どもを守って育てていると感じました。子どもを安心して育てられるので、しっかりとした子育て支援がされているなと思いました。